上野の女装サロン免許証偽造で逮捕するとか、あの甘露煮が空を舞ってたりとか警察だろうなと言えないで、何これ車の雑誌じゃないよ、もうなかなか表には出せないけども雑誌ならではの企画がいっぱいあって勉強になることが多々あります、まあ、自由だったからね昔はね。あ、なるほど。はい、じゃあ大井さんの、あの自身の企画として上がってます BC マネッコクラブ、ああこれをちょっと解説して、よかったよ、よかったよ、はい、どういうもんなんですかこれは。まあ、あの要はね、当時おにゃんこクラブが流行ってて、うん、でその雰囲気でなんかあの名前が命名されたんだけど、きっかけになったのは多分ジェミーの街の遊撃手 FF ジェミーが出た時の、コマーシャル、あの動きは無理だろうということで、やってみようと言って検証してきたという企画です。これ実際はなんかでもこれ見るとおーすげーぶつけてるって思いますけど、これぶつかってないんですかこれ。だってこれ止まってんだもん。いやいやいや、昔はね、元々もないこと言いません。俺とね、俺の企画とね、大井の企画どこが違かったね。俺は絶対ね実物やろうとしたわけ。だこの前にジャンプしてるのとかカタリン走行とかのやつも別とかでやったことあるんだけど、それ本当に車飛ばしたり本当にカタリン走行させてるわけ。でも大井これインチキだから。タイトルバックは止まってるけど、それまでにはいっぱいやってるの。でもできなかったんだよ結構。できなかった。でそれをね検証したってことですよね。できないことを実証したの。ああ、なるほど。大井の企画はさ、なんかさ怒られるんだよね。あの読者とか誰かにさ、なんかあまりにも舐めてるからさ、真面目さが足りないよね。真面目さが。いやいや真面目だよなこれ。で、あのマネッコクラブがちょっとやって、あの都心でも雪降った時にやった、これは結構みんなあの驚きましたね、うん、でこれはねやろうって言ったのは勝間さんだね。勝間さんらしいね。でこれは勝間さんらしい。矢田部のテストが終わって編集部に帰ってきて、で竹平さんはもう締め切りギリギリだからって、竹平さん原稿書いてから帰ってって言って、編集部って確か その辺のとこでの机で書いてた。そしたら雪がバンバン降ってきて、でいつになっても止まなくて、これ積もるねこれって言ったら、よしじゃあモンテカルロだって言って、でそれこの締め切り真っ最中にこれどんだけ時間割くのって思ったら、もうその方に入れると、このグラビア差し替えだとか言って、マジかとか思って、でそれからそのアウディクワトロなり、いろんなところに声をかけて、で朝方6時頃だよね、夜が明けるのって6時半ぐらいだろうな、うん、そうね、もう今じゃ絶対できない、その角もあった Y 字路を向こうから来てこう行くっていう。あそこでやってたんですか。そんだけだよ。あそうなんですかこれ。そうだよ。へえ、なるほど。でもこれよく車集めてますね。いやだからあのしかも携帯もない時代にね。そうですよね、結構いいそこそこのなんか車来てるじゃないですか。でもミニは林っていう編集部のやつが新人が持ってて、でクワトロは川原さんっていうラリードライバー、はい、海外ラリーに出たドライバー持ってて、で86はこれ見るとさ、みんな身内じゃんだって。そうだよ、そうだよ。それ身内しか取れないから。川原さんのクワトロは本物だろうけど、ぐらいあの編集部のあのジムやってたマミちゃんとかさ、うん、だって今からやるぞじゃ、だって身内しか集まんないですよね。そんなだから今後林でしょ。だからあの違うのはこのクワトロとあと大井の友達のこの変人というもんね、タコ。あこれタコじゃんね、多いじゃんこれ、うん、じゃあ俺はバカねんっていう人だよねこれ。俺はバカねんっていうさ、多いの友達みんなフィンランド人だったんだよ俺友達は。あとだけそうなんですか、うん、みんなフィンランド人一気に集めて、そうスゲドアンダーだぞ、常にロール。これうまく考えたねこれね、うん、はい、続きまして、お二人が担当した伝説のですね、みんなの駐車場コーナーをちょっと振り返りたいと思います。
俺のブラック歴史だからね、あんまり取り上げないよ。いやもうね、そんなことはない。国沢そのものだね、これ。国沢さんが大改革されたというお話を聞きましたけど、ね、うん、全然面白くなかったんですよ。生き生きしてなかったと確かにね、うんうん、これをもう任された途端に治外法権だというふうに思って、俺はもう好き勝手やろうと。まあ半端じゃなかったね、うん、もうそれは許されたんですか。だってさ誰にも見せないしさ。見せない、もう代表の出張構成とかなんだこれみたいな状態になって、もうそこからはいや、どうにもなんないじゃん。講談社からなんか言われたみたいだけど、だけどまあ面白きゃいいんじゃないみたいな話になって、多分だってこれだってさ、タイトルさ手書きだよ。これどうしたんですか、これ手書き。だいぶタイトルは俺がだから夜中の3時ぐらいから書き出すわ。これ作り忘れたんですか、これタイトル。いや、あのね、最初は作り忘れた。最初作り忘れて、それもね、最初ね、見出しこういうあのマミの食いしん坊とか、はいはい、そういうね、はい、込み出しが普通ありますよね、うん、で込み出しも版が出てきて、それを、うん、俺がここに入る、ここに入るってやっていくんだけど、ない。じゃあそれを書き文字で、書き文字ってさ、普通あの発注するもんなんだけどさ、書いてるよこいつ。これ松田聖子万歳は何なんですか、これ。わかんない、好きだったんだと。松田聖子はさ、俺ひどい目にあってさ。何で俺なんかさ、俺の免許証に松田聖子の顔のところにさ、大井がさ松田聖子の写真貼ったんだよね。俺知らなくて全然。なんでも俺一緒なんだよ。本当覚えてないの。覚えてない。俺さ、大井が俺松田聖子のところ、当時まあ結構ファンだったから、で写真があるとか言って、お前あの写真のところにこれ貼っときゃいいやみたいなって、俺の免許証のところに面白がって松田聖子の写真貼ったわけね。でそれでさ、俺なんか遅くなって帰って夜で、うちの本当にうちのもうからもう 100m ぐらいのところでパトカーに止められて、でどこ行くと、うちへ帰ると、でグダ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 って、当時ほらまだ行きがよかったから、お前本当のマリカとかいう話になって、でじゃあ警察署長と俺の免許証を一緒のせいで出そうとか言って、で向こうも終わったとかって、一緒のせいで出したら、俺の人とかに松田聖子のさ写真があったって、で免許証偽造で逮捕するとか言って、いきなり二人くらいでバーッと押さえられて。本当かよ。本当だって。で俺パトカーに押し込まれて、うちの家の前からさ、なんで死刑になんなかったんだよ中野署まで。ほいで向こうに着いたらさ、まあパトカーの人と刑事の人違うじゃん、なんか重い悪いやつだと思ったらしくて、で話したら、もうお巡りさんそんなに暇じゃないから早く帰れとか言われて、気性多い。あれの時もひどかったよね。だからそれぐらい松田聖子はファンだったんで。そうですね。でこの、それが今後スタンダードになる、このベストカーBCG スタッフ大紹介その1、これご自分出てるのは何ですか。いや、この後ね、あの勝俣さんとかね、いろんな人書くんですよ、はい、それもね、みんなひどい、もうとてもじゃないけど今はね公開できないぐらいひどいです。これ全然、これこの女の人全く関係ない人でしょ、これ。これ多分ね、東京モーターショーかなんかの人じゃないの、勝手に使って。これじゃあこれちょっと時代が流れて、今度は大井さんが担当になられますけども、これはどういう経緯だったんですか。単純に国さんいなくなった後にやったんじゃないかな。別に俺はそんなね、あのブレイクスルーできる人じゃないんでね。いやいや、でもこれいいこと書いてあるんですよ。これハガキに採用されるための極意を公開って、これなかなかね、読者にはいいじゃないですか、うんうん、国沢のドラテクをバカにする。そんなこと書いてある。そうなんでこんなことをさ、なんでこんな俺が女性の場合は写真を動物に。個性が出ますね。僕の場合は妹も姉さんも全て OK って言った。お母さんはダメ。ひどいね。なにこれ、車の雑誌じゃないよ、もう。まあこの年になるとね、年上は NG です。年が変わりまして、入学、新入学、新入社の季節が来ますけども、これは大井さんが体を張って、あのフレッシュマンガイドっていうのをやってらっしゃいますけど、またちょっとこれ厳しい
厳しい、ね、あのビジュアルですよこれ。これはね、あの勝俣さんがやれって言った企画なんだけど、じゃあモデルの女の子かなんかを呼んで、よし、どんな子呼ぼうかなって思ってたら、お前がやれと。で、上野の女装サロンエリザベスとかいうところに行って、一応ね、外に出ちゃいけないっていうレギュレーションだから。あ、なるほど、そこだけで完結。それで外に出ないでください。だからその中で、あの助走した状態で楽しめるお茶を飲める場所があったりとかしたんだけど、まあ一応取材なんで特別に外に出してもらって一日過ごしたと。ああ、うん、で一日過ごして、これ大変なんだよ、もう化粧崩れちゃうし。でハイヒールを履いてっていう状態で、トイレとか行くのにさ、どうすればいいのみたいな。で歩ってると、あのでっけえ女だなとか言うわけで、カメラマンは女性だったんだね。離れるなっていうのに俺をなんかオフサイドトラップにはめるやつがいるんだよ。だってウエシマンガイドとか言って何でもガイドなって大した情報ガイドなってないってじゃないですか。ただもうなんか安直な企画だねこれ。で、すいません、じゃあ最後にですね、まああの最近なくなりましたけど、あの慰労旅行ってあったじゃないですか。そこに来るか。で、親睦を深めてたという話を聞いてらっしゃるんですけど、まあ、そのちょっとまあね、私が知る限りベストカーの入って1年目がありました、はい、会社員旅行、うんうん、2年目がありました。1年目は確か、はい、で2年目はで、その後ベストカーのなんか何周年記念パーティーで、あのパーティーで、その度全部出入り禁止です。それでね、もう俺はね、とにかく〇〇は置いたよね。そう、だから〇〇は、キャラバンホーミーかなんかの取材で、あ、取材兼ねて、取材でなんかカウンターってる写真撮るんだとか言って、で俺はね、写真撮るために急いでったと。でそれで6時スタートですと。で5分前ぐらい着いたんだよね、宴会のね。で、うん、でやばいやばいって遅刻したら大変だと、うん、覚えてる、そこ覚えてるよ俺は。覚えてる、うん、やばいって言って6時ちょうどか、ちょっと 1,2 分過ぎたぐらいのところで、うん、会場に行ったわけだ、うん、で、お疲れ様でしたって言ったら、みんな出来上がってんだよ。なんか知らないけど、もうね、3時間ぐらい経ってから行ったぐらいのなんか空気なんだよ。で、それで、なんだよ遅刻してきやがってとか、いや、ほとんど遅刻してねえだけどなって思ったら、そこに座れって言って駆けつけ3番だよね、駆けつけ3番だなって。今ビールじゃん、普通ビールじゃん。サントリーゴールド。いや、パワハラだよね、今考えてみたら。俺も飲めとか言われて、ね、飲まされて、俺多分始まってから15分ぐらいで、うん、もう記憶ないで、俺写真学校とかそういう感じだったけどね。この人はさ、普通に大学生活をね、あの謳歌してきた人だから、もうあの俺ちゃんと飲んだんだけど、後で聞いたら国さんはね、ガブって飲んだから、うーって、なんかのた打ち回ってんだけど、部屋の隅行って全部開いてたらしいんだよ。俺は真面目に飲んじゃってたんだよ、まあ、大学の新刊ポンパで懲りたからね俺は、うん、辛さの質は物、うん、で、その後にそのあのお酌して回れとか言って、で頑張ってますとか言ってやってると、なんか背中があったかいなと思うと、背中であのおちょこ、あのうちらさん、とっくりの熱燗を背中にかけてるやつがいたりとか、あの甘露煮が空を舞ってたりとか、ギャロップとか言いながらビール瓶持ってる、あのそれはさ、出入り禁止になるよ。あれはご発声とかそういうのはもうなし。知らないもん、そんなの見たこともない。見たこともないよね。そんなないですか。もうデロデロになってるさ。そんなひどい会社ですか。誰かが台の上乗っかってわけのわかんないことやってるみたいな、そんなの。もう
酒臭くて部屋ひどい。もう酒臭いの分かんないから、もうみんなもうベロベロだもんだって。それでね、もう地獄絵だよ、そこらで地獄絵図が。フィリピンショーみたいなのダンサーが来て、で舞台で、で踊り始めたの、なんでそんなもん頼むんだって思ったら、そこに、ね、あの、勝間さんが、浴衣かだけながら、あビール瓶片手に上がろうとして、お客さん、お客さん。ダメですって言われて、いや僕フィリピン人なんですって言いながら上がろうとしててまあもう時効だからいいかも、ありえない、本当にありえない、もうね、誰が謝るんですかそれ、でも誰が謝んないとって、いやいや謝る、もうあれもう警察だなと言えないよ、あでも警察は来なかったよ、いやいや なってもいいぐらいの、あのだって天井にビールがかかっちゃってるんだもんね、そう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 、それでもそれあれですね、会社辞める大きな原因になりますね、それね、やっぱり今考えるとそうね、うん、俺が知る限り多分若手は一人残らずもう倒れてたからねでもそれによってね、なんかね、あの嫌な思いをしたのは多分宿だけ、うん、今はそういうのも全くなくていい会社になりましたよ今やったら大変だ新聞沙汰だよはい、皆さん、ありがとうございました。本当に素晴らしい先輩に恵まれたということはよく分かったと思いますので、引き続きベストカー、ね、楽しさは大事、ベストカーの原点は楽しさ、はい、そこを忘れたらベストカーじゃない、そうですね、あとやっぱり、企画ですよね、企画、うん、どんだけバカなことを一生懸命やるか、うん、そこです、本当ですね、それを、今回は振り返られたと思います、ありがとうございました。ありがとうございました。